皆さん、どこでもバーテンダーって知ってますか？神奈川の家族のピザパーティーに呼ばれたり、大阪の男の子と夢を語り合ったり、広島の300人キャンプでカープカクテルを作ったり、世界初もやしカクテルを作ったりしてます。ぜひ気になった方はどこでもバーテンダーで検索してみてください。